目が異様に大きな女捕まったら死ぬただの心不全じゃないですよね何かに怯えてた白井さんが来るって女はこう言うんだ私を知ってる奴を追いかけるそして殺すんだ白井さんって呪いだよお二人は呪われました見てる間は近づいてきませんからそいつから目を離さないで白井さんか誰か